夜とするか。ちょっともうとてつもないことになってしまって、ちょ前回と今回の間でもかなりなんつうのかなりの作業をして進歩を止めてしまったっていう感じかな。で一応なんかまあまだちょっと完全にまあ全部終わったわけじゃないので、まあちょっとまあやりつつ、ちょっとまあ作業をしてやりつつ、まあちょっと説明していこうかなっていう感じかな。でまあそうだな、まあいろいろまあ変化があったので、ジョブチェンジがまあこれだけ増えましたっていう感じやな。忍者侍なんか適当になんか他のやつで上げてたら、なんだかな、なんか結構なんかね、他のなんかあの職業まあ鍛えたんだよな、ちょいちょい。で、そしたらまあ、まあ増えたのがそうだな。あ、そうか、あ、ここもそうか。時魔道士、召喚士が来たって感じか。で、はい、侍、忍者。侍は別にまあそんなにやってないんだけれども、忍者来ましたね。で、とりあえず。あのね、で、一応まだあの実戦は、なんかまあレベル上げには出したんだけど、まあ本当の実践はまだやっていないって感じで、どのようにしてまあレベル上げてったかっていうと、ああ、このあれか、この見習い選手のこの貯めるってやつか。これがなんだかんだ一番楽なんだよね。もうこれをずっとやってれば勝手になんかもうどんどんなんかあの上がってくれるんだな、レベルっつうかなんか、まあ、ジョブレベルやらまあいろいろちょっと上がってくれるから、もうこれが最終的に楽。まあ、これを覚えさせてもずっともうそれをひたすらもうずっとちょってもう狂ったようにやったからね。もう本当にもうこれ狂ったようにやったので、まあ結構まあ強くなったんじゃないかなっていう、相当まあしばらくの間は多分安定するんじゃないかなとは私は思っているんだが。でまあそんな感じか。ああ、まあなんか大体まあなんか多分前回のなんか最後らへんでなんかなんとなくその方向性みたいな言ったような気がするけど、まあそんな感じかな。で、まあなんかいろいろ覚えさせたんだけれども、で、なんかまあそう、アビリティポイントも溜まってるはずなので、ちょっと覚えてみるわ。まあ結構いったんじゃないか。ああ、そうで、基本的にまあシーフ、みんなシーフにした。みんなシーフにして、あの、ムーブプラス2をもうつけた。なので、あの、アグリアスもかなり、あれだね、もう速くなったっていう感じが、移動範囲がものすごく広がったっていう感じだな。忍者1750結構溜まってんだよね。で、ここら辺のなんかわけな感じが一般だよね。投げる系か、これなんか。ああ、こういう感じだね。辞書、騎士剣。騎士剣って何なんだろうな。まだ全然。潜伏。透明の状態なの。これちょっとよくわかんないけど、見切る。見切るなんか良さそうだなと思って、これはなんかまあつけてもいいのかもしれない。二刀流。二刀流もなんか多分いいと思うんだよね、このね。で、まあ、そんなところか。見切るで、まあ、ちょっとこれ覚えさせてから、ちょっと。はい。で、残りか、弾。ちょっと覚えてみっか、手裏剣。なんか、風魔手裏剣とか撃ったんだよな。ちょっとそれも気になるんだよな。潜伏か、透明な状態になる。これ、どう？あ、そうじゃん、HP ダメージ。ちょっとよくわからないっていう感じが、まあ、とりあえず、まあ、保留でいっかな。で、まあ、ハメドロもいいと思うけど、見切る。どっちがいいんだろうな。余計扱い。しかも、発動条件、物理攻撃1分。これはなんかまあ、まあでもまあ、ちょっとやってみっか。モナー試しに。格闘。なんか二刀流ってなってんだよね。そう。まあ今のところちょっと装備がなんもないからだけど、多分二刀流いけんじゃねえかなっていう感じ。ですね。まあちょっとまだそこら辺がまだわからないんだが、まあでも格闘、でもこれ格闘もありなんだよな。格闘にすることによって、たぶんまあこれ素でもういけるんじゃないかなっていう感じかな。で、アグリアスか。そうだな、アグリアスはまあ今アイテム師で、まあちょっと結構ね、いろんな職業をやってたんだよな。で、一応なんか忍者にもしてみたんだけれども、ちょっとさすがにちょっと途中で疲れてないか。途中で疲れてないか。で、その見切るをちょっと覚えてみた。で、まだこれはまだ実践にまあ導入したいので、まあどのぐらいの強さになってるのかちょっとまだわかんない。で、まあ、そうだな、アグリアスはなんかちょっとまあ、アイテムやら、どっちがいいかな、ハイポか。どっちもいいんだよな。ちょっとまあ、途中も力尽きたからな。まあ、ハイポにしとくか、じゃあ。にしといて、
ホーリーナイト溜まってんな。はあはあ、これあともうちょっとなんだよね。じゃあちょっと、じゃあジョブチェンジでホーリーナイト戻すか。ちょっと場合によってはまたちょっとアイテム種とかに増してやってもいいのかもしれないな。どういった、いた、はい。そう、俺そう、なんで忍者にしたかっていうと、その二刀流が欲しかったんですよ。二刀流がアグリアス二刀流って相当かっこいいじゃんと思ってるのが、できたらまあそれやりたかったなと思ったんだけれども、ちょっとまあさすがにきつすぎるので、まあとりあえずはいっかみたいな感じかな。でアグリアスはこんな感じで、ラムザはそんななんかあんま変わってないんだよね、正直ね。まあアイテム紙でまあちょっとまちまちも上げたりとかしたけど、あで一緒なんか侍にしたのか。そう、侍だ、この人侍にしたんだよ。でもなんか侍がなんかね、ようわかんねえんだよな。このアシラってやつがあって、だからなんか引き出すコマンドみたいなやつがあって、そっからなんかこの刀のなんていうの、このいろいろ出てくるんだけれども、ただ使えないんだよね。使えないってなってたので、もしかしたらこのいろいろ能力値あるんだけど、なんかもしかしたらその刀がないとできないのかもしれないと思った。あ、だちょっと言おうかんないけどね。で、まあそんな感じか。で、まあなんかいろいろあるにはあるんだけど、なんかね、一応これは覚えさせた。物理攻撃開始する。だまあ結構もしかしたらこれも使えるんじゃないかなっていう感じで。で、まあ結局なんかまああれだな。まあ白羽取り、重装備。からの、まあ一応ラムズあれにしてたけど。覚えるでアイテム、ここもまあ難しいけど、でもアイテム投げかな。アイテム投げしとくか。じゃあで文句でいいんじゃないかなっていう感じはするんだけど、とりあえずのところは。まあなんか忍者にしてもいいと思うんだけどな。まあ忍者もまあ強そうな感じがするから、まあいいと思うけど、あんまちょっと被らせたくないんだよな、できれば。なんか、あんまりそう被らせたくないっていう、まあそういった気持ちはあるかなっていうところか。で、まあ一応、剣術もまあそこそこ、まあ強いし、まあいろいろなんかサポート系のものもあるから、まあいいんじゃないかって。あ、これだ、この引き出す。これ侍のやつだね、これ。んなところか。まあこれがラムザ。で、これラムザだべ。で、まあ、シルビアか。シルビアも結構いろいろやったんですよね。覚えるで、ちょっとまあ全部はやった。あ、時魔導士か。一応ここら辺覚えた。この、ヘイスとヘイスじゃ、スロー。ここら辺かな。でも覚えて、あ、このショートチャージってやつを覚えてみた。で、これは何かっていうと、チャージタイム短くなる。多分これ栄翔が短くなるんじゃないかなっていう感じ。だから多分これすぐなんか発動できる可能性は高い。これも気になるんだよな、このテレポ。自己の移動先まで瞬間的に移動する。これなんか桃鉄のテレポートカードみたいな、そういう感じに近いんじゃないかなっていうイメージは今日な。あ、結構溜まってんな。あ、ホーリー行く。そう、これホーリー行くべ。で、まあそうだな、まあリジネとかもまあありかもしんないが、とりあえずは、あ、リジネもいいかもな、でもいいや。一旦保留で。で、まあ、とりあえず、時魔法でやってみようかな。で、これまだ導入してないので、ちょっとどのぐらいの威力なのかちょっとわかんない。で、一応まあ、これで俺が今やりたかった、まあ、なんつうの。まあ、完全サポート系の。とりあえず、ヘイスト系があれば、まあ、相当強いと思うから、まあ、いいんじゃねえかなっていう。あ、そうだ、一応まあ、なんかそう、時魔同士あれなんだよな。メテオとかもあるんだよね。時魔のこの、ちょっと気になるんだが。これ見てよ。1500。多分70消耗するからな、MP が。これがとんでもねえんだよな。まあ、リフレクレア、まあ、いろいろあるけど。まあ、そんなところが。で、グロリアが来ましたっていうところだな。一応、グロリアはね、忍者はまあ、ありだと思うんだよな。忍者はありだと思うけど、まあ、機動能力を生かして、まあ、まあ、竜騎士かな。打たれ強いからな、やっぱり。それが重要なんじゃないかなっていう。で、まあ結構この人もいろいろ覚えたんだよな。で、何ちょっとしようかなって思ったんだけど、まあ時魔導士やったりとか、まあ障害者やったりとかも
ショートチャージ行きましょう。で、召喚か。召喚をちょっと使ってみたいなと思って、ちょっといろいろやってみるか。このゴーレム気になるんだよね。似てる、肩代わりしてくれる。やっぱ FF5 のなんかあの、ゴーレムのイメージが強いけど、まあでも F6、まあでもそうだな。でもまあゴーレム自体結構まあ優秀なイメージが割と多いので、まあ、そうだな。まあ、ゴーレムは入れとくか。バハムトが気になるけどね。でもこの感じだと、なんつうの。まあ、スピードってか、まあ、その、おそらく、詠唱とかにすごい時間かかるんじゃないかなっていうイメージはあるんだよな。だからバハムトとか多分相当、なんかまあ、召喚ってまあそういうイメージなんだよね。なかなか、もしかしたらなかなか、出せないのかもしれない。でまあ一応それを考えてあのショートチャージが、まあ、してやってみたけど、まあそれがどういう効果になるのかちょっとまだちょっとわからないかなっていうところが、まあそんなところか。まあモーグリ行ってみてもいいか。じゃあモーグリとタイタンとかかな。まあちょっとオーディンとかも気になるんだけどね。リヴァイアさんとか、まあちょこの辺はまあ溜まったらって感じが、まあ、もし可能であればっていうところで。で、まあそうね、ショートチャージかな。で、召喚。ちょっとアイテムが使えなくなってしまうんだけれども、まあその分ちょっと一気にもう、ちょっと敵をなんか一網打尽にするっていうのが、もうなんか基本なんかもう先手必勝な、ちょっとイメージで、いってもいいんじゃないかな。まあ本当はまあそれだったらなんかもうちょっとまあ召喚も覚えたかったんだけれども、MP が足んねえ。MP が足りんぞ。ゴーレムも使えないじゃねえか。なるほど、今気づいた。そこに今気づいてしまった。なるほど、まあ召喚だからな。召喚やっぱ激しいね、その消耗はね。じゃあ潜りぐらいしか使えないじゃん。それかも召喚にするか、召喚にするかどっちかが。そういったあれ、そういったあれ、結構なんかまあ物は試しにやってみてもいいかもしんねえな。ちょっと殴りがちょっと怪しくなるけど。で、まあ、召喚でやって、まあ、いろいろ、まあ、そういうパターンもあるのか。陰陽術やら、そういうのもいけるってことだもんな。これ、ちょっと難しいね。どっちにすっかだな。まあ、ショートチャージで、アビリティ6チャージ、アブ増えだね。じゃあ、まあ、ちょっと、試しに。そうね、これでもしかしたら、まあ、解除するかもしれないかな。とてつもない勢いで。じゃあなんか覚えさせるか。フレア欲しいな。60か。ブリダガ、サンダガ、ファイガ。ファイガいっとくか、じゃあ。試しに。文句でもいいけどな。その文句の。なんちゃらかんちゃら使って。行くのもいいのかもしれない。ちょっとこれはやっぱあれだったな。まあ大体そんな感じかな。まあ、アタッカーと、まあ、バランス自体は悪くないと思うんだよね。よし。さあ、まあ、ずいぶん長くなってしまったが、そんなような感じでしょう。ちょっと、まあ、どのようにするか、ちょっとやりながら考える。で、最強試着。特に何もなし。ほーん。このショップの曲がすげえ好きなんだよな。テレ。フェザー。レビテと、魔力残って、魔王コイル、これめちゃくちゃ強いんじゃねえか、これもしかしてなんか。2万。これ魔力のコテじゃないか。もしかしたら。これ先手必勝考えたらちょっとあれじゃない？もう一気になんかさ。ちょ、一個買っとくか。まあ、困りはしないでしょ。で、42、ハイポンは OK。これも OK。ちょっとじゃあ他のちょっと店も行ってみるわ。で、ここでもうちょっと装備を完全にやって、したの、いいじゃないの。これなんなのこの C のバッグって。シャネルみたいなのが。高いしかも、とんでもなく高いんだけど。
おお、 AT 魔法プラス1、プラス1だったら強いんじゃないか。あ、ちょっとそれに、あー、なるほど、プラス1だったらあれだな。おお、ここ解除。あー、じゃあまあやってもいいかも。いくらでちょっと買ってみるか。じゃあそんなにいいの、そんなにいいのか、本当か、俺信用するぞ。はい、あ、ちょっと待って、なんか売ってるか他に。おお、違う、ディッディッディッディ、これでなんか相当な、あ、風魔手裏剣ちょっと欲しいね。20個ぐらい買ってみるか。優秀ライジンの、あー、いいですね。10個、まあ、10個ずつ買ってみっか。ちょっと威力を伝えだね。基本の威力をちょっと知りたい。ゲルミナスブーツもいいんだよな。魔力のこと。まあ、変わらない感じか。なんかだんだんなんかあれだよね。このダイヤの腕輪とか、まあ、ダイヤ系とか、まあ、ここら辺、これ何？ MB プラス28。おー、戦闘の向こう？え、何？あ、ザキン、あ、ザキンつかあれ、その機械のところ。お、え、てかめちゃくちゃいいの揃ってんじゃん。何これ？プラス2？お、てかやばくね？なんかだんだんなんかあれだな。あれ？おー、なんかちょっと待て。資産の持ち物なんかあるじゃん。おー、これちょっとどんどん来てんじゃないの？どれだっけ？まず、父のローブ？ちょっと下がるか。いや、これは、行ってもいいんじゃないの？ちょっととことまでやってみます、ちょっと。どのぐらいやばくなるのか、ちょっとそれについてんだよ。よし。怪我。売るもんない。ああ、あれか。多分あれがないとダメなんだな。あの密漁の。最強、それ。出た、シーノバック。まあまあまあ。ああ、まあ、刀系がいっぱいあるね。どうすっかね。なんか、侍。あ、ここにあったか、でもこの。虎鉄。あ、なんか予想なんだけど、多分そんなになんかナイトとかとあんま変わんない気がするんだよな、ね、予想は。殴りに関してはイージスはどうだ。おー、イージスいいじゃない。あれ、アグレス何装備してんの。フレームシールド。いや、君あれでしょ。いや、イージス行った方がいいでしょ。これでしょ。下がんのか。いや、でもこれはあれだろ。はい、ちょっと縦系ってかなんかあれだけどな。まあ、ちょっと少ない感じですけどな。あー、全部行ってみるか。ちょっと行くか。もう行くわ。ちょっと全部もうすげえ長くなったからな。行きましょう。まず実践でしょ、もうとりあえず。これ楽しみだな。これと魔法が相当強くなってるぞ。さあ、私もついにその、この魔法の恐ろしさを、やっとちょっと味わう時が来たな。前、このあの、ボコボコにされたからな。ディリン、ディリン。よーし。実践、初ですよ。初よ。めちゃくちゃ楽しみなんだけど。俺マジこれ狂ってなったからな。マジでなんかもう廃人のように、なんつうの、もう夜中もう夜中もずっとあの、なんつうの、まあ、レベル上げとかなんかあの割と好きだから、一回なんかハマるとなんかずっとやっちゃうんだよな。なんかずっとやってしまうんだよな。だ、それで俺はずっとやったから楽しもう楽しそうに。なんかおお、リアクションいっぱいいるじゃないか。もうペチペチしてるからかがしろって。なんかかがしろよ。お前のね、とてつもない、なんか、なんつ恐ろしいやろ、見せておくからも。よし。あれ、モンタナあれだよね。モンタナ今、格闘になってんだっけ？多分そうだよな。ちょっとやってみっか。てか、めちゃくちゃ移動できんじゃん。これ、とんでもないことですよ、これは。
でもこれ突っ込んで、まあちょっとやられすぎないのにちょっと気をつけっか。そこだな。物は試しに。おお、おお、いいじゃない、いいじゃないの。これしかもエールやれば、これちょっと待って、エールをやればとんでもないことなんじゃないかこれ。もういいや、ちょっとかけちゃう。アグレスも行って、でさらに、さらにですよ、ヘイストがあるんですよこっちには。ちょっと待って、おーい、しかもこのチャージの、チャージのあれがどのぐらいできるのかっていう、ちょっとあれだよね。これここにいた方がいいのか、一応ここにいるか。来たな。さあどう来るんだ。こういった、おお、めっちゃ食らうね。投石、まあ、モンタナはまあ結構まあちょっとやられ、なんていうのかな、まあ防御に関してはちょっとまあ不安があるが、うんうん、まあ暗いよな。でもまあ殴りも強いからな、2回攻撃だからな、これとんでもねえことだぞ。ちょっと相手メロもうぶっ倒すかも、とりあえずもうぶっ倒そうぜ。ただあんまりまあ出すぎてちょっとあれなんだよな。でもこれヘイストが、このヘイストが成功すれば多分一気にいるぞこれ。一応も打尽できる。え、そうでも失敗するからな、割と。あ、いったね。あの、相手メロをどうにかすれば、すべてが、もう覆すことできる。前なんかフェニオとかすげえやられまくったからな。来てんね。お前ら覚悟しろよ。いいよ、来た。さあ。おー。まあ、いいか。よし、やっと来ましたね。これでも召喚見てみっか。タイタン、あ、こういう感じなんだ。あ、ここら辺にやっとくか。じゃあこいつはまあどうにかしてもらうとして、そうだね、ここら辺ちょっとぶっかまして、じゃあちょっと出るか。チャージが思ったよりなんかあったね。これでもいいし、どっちがいいかな。まあここは、ここはいけんべ。でもこいつも多分いけんだろ。こっかな。よし、アキアラ使うんだ。どれ隠すのこれ。まあまあだな。さあどうすっかな。ヘイストかかっての助かるね。ちょ、チャグラ使っとくか。おい、そう、こういったあれができるからナムザ、たうーし、きた、ドイツニコリー。おお、タイタン、やっぱタイタンだろ。この世はタイタンなんですよ。すげえ派手だな。お、結構強いじゃん、結構強いじゃん、なかなかの威力。これ一気にまとめてできるって考えたら相当結構強いぞ。162か。またちょっと際どい感じだな。こここれでいいか。さすがにまあこうはいけないか。うん、じゃあまあぶっ倒して、何が起きた、今何が起きた、なんでアグレさんの強いの。
アフレーズめっちゃ強くね。何が起きたというのでございますか。は？え？お、しかも即じゃん。あー、ミスか。まあ、しょうがない。いや、アグレス、ちょっと待って、何かつけたのかな。おーし、いいですね。ゴーレムか。ゴーレムも使えるし、ファインガもいけるぞ。おー、どうすっかな。ちょ、ファインガも行ってみるかですね。ラムザ来たから、ちょっとあれだな。ラムザで止めとくか。ここなんか地裂なきゃよかったけどな。よし。まあでも早くしてもいいのか。どっち回りだな。まあでもちょっとまあ試しにやってみるか。まあ、あ、まあまあ安定って感じだよね。よし、これでまあ一応塞いだな。やられたか。いったね、この野郎め。いやでもなんかもう前回と全然違うわ。なんか結構まだ余裕あんもんな。割と余裕あんべ。こいつの範囲が半端ねえんだよな。ファイラ使うの？ガード？お？ガード？もしや、ミケル。俺がファイゴだ。やべえ、革命が起きてんじゃねえかこれ。革命が起きてるぞ。しかも何この威力は。なんかあれかな、ギル 78? おゲット。あー、なんか奪うみたいな、そんな感じか。なんか奪うとかなんだか知らんが、そういうためのあれな、きっと。一応出るか。まあちょっと危ないが、まあ大丈夫でしょう。そう、ここでちょっとアイテム使えないのがちょっとまあ痛いが、早いんだよね。これショートチャージのあれか、やっぱり。これ恩恵だな。ミス。ここにもいるのか。こいつか。まあ移動してもどうせ来っからな、こいつな。ですね。まあじゃあここら辺で、ちょっと無理か。まあいいや、物は試しに。あ、いいんじゃん。そうだな。あー、まあこれだったらちょっとまあ殴りに行って、うん、そうだな。確実にまで行った方がいいか。ですね。おい、あの野郎め。よし、これでいけらず。ファイガー、ガードだと、ガードだったか。もう耐えたいとか言われたら、それだったら強いんだよね。困るな本当に、こんなされると。近づいてこい。一気のあれだな。そうだな、まあ、アグリアスでまあどうにかなるとして、ここはまあちょっとあれなんだよな。ただまあちょっともう早めにもう行った方が、こうなるとちょっとまあ
くなるのが。よし、OK。これでかいな。これはでかい。そしてさらにここでこれが使えるのもでかい。うい。いいですね。この機動力っていうか、ずいぶん上がったんでね、これね、アグリアスの。これはとんでもない。沈黙ナイス。これはそうだな、まずこいつだな。あ、投げる。試しにやってみっか。ちょっともったいない気もするが。あー、まあそういう感じか、カトン。あー、まあ似たような感じか、ダメージ的には。で、まああとはまあどうにでもなんだろう。ダビット、ああ、やっぱまあ強いね、殴りがね。ちょっと 思いのほかありが強かったな。召喚やら魔法も強かったね。おい、さあ、ぼちぼちあれが、あ、しかもこれ投げるできんじゃん。投げるで勝てるじゃないですか、試しに。おい、あ、なんかそんな強くねえな、ふましりけ。へい、美しい。進むぞ。ああ、まあいい感じだったな。いや、もうだいぶでも強くなったんじゃない、これ。おお、大量のお金。てはあ、はあ、よし、さらば。